ナステ、ナステフミを殺した。ケンキツだ、誰ですかあなたは。どなたか存じませんが、伝えてほしいことがあります。秋田の兄に住む谷垣という家の人間に。自分は谷垣家の娘さんを嫁にもらいました。自分にはもったいないほど美しい嫁でした。山奥で二人きり静かに暮らしていましたが、ある日嫁が疱瘡にかかりました。おだねもおっかねも黙っていてけれ。ふみ、しゃべれば心配して、必ず小さくる。うつすでもしたら、ふみ、あんだも小さいればダメ。な、何しゃべってらんだ。その時は一緒だべ。山で家族が疱瘡にかかれば、感染を恐れ小屋に置き去りにしますが、自分にはできなかった。置き去りにされた小屋に獣が入り込み、病人が抵抗もできずに食われた話を聞いたことがあります。文を一人寂しく死なせるわけにはいかない。でも文は許しませんでした。文に言われていた通り、小屋に火をつけ、文の死をご家族に伝えないまま、私は村を立ち去り、今日まで文を殺した罪悪感を抱えて過ごしてきました。自分の負い目のせいでご遺族を長く苦しませた。少しでも傷を癒わせたら、どうかこの話を秋田の兄に住む谷垣様に。どうか。くるみの入った金持ち健次郎か。そう言うと賢吉は息を引き取りました。